皆さんこんにちは。ポジトレ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今年の2月に CP プラス2023というカメラの最大のイベントに出させていただきました。で、タムロンさんのブースで、タムロンさんのブースで、登壇させていただいたんですけども、その時に題材になったのはこのタムロンさんの 2040-2.8 っていう、レンズですね。これソニー E マウント用で今のところ発売されてて、すごいいいレンズなんで他のメーカーのマウントでも出してほしいなと思うんですけども、このレンズですね、私以前からすごい気になってて、動画系とか写真系の YouTuber の方みんな高評価だったんですよね。私も CB プラス2023の登壇が決まった時にこのレンズぜひレビューさせていただきたいなってことでお借りしてですね、3ヶ月ぐらいですかね、付き合ってこのレンズといろいろ撮影をしてきたんですよ。で、やっぱりレビュー通りというか評判通りすごくいいレンズだったので、このレンズの成形写真でどういう風に写るのかっていうのは今日ご紹介したいと思います。はい、それでは実際に見ていきましょう。これですね、浅間山ですね。わかりやすい成形写真ですよね。下に2割1割ぐらい風景があって、上の8割9割がもう星っていうわかりやすい成形写真ですけども、この、写真を見ていただこうと思います。撮影データがですね、この 6420mm10秒 という F2.8 ですね。で、使用したカメラが α7M4マフコというか、α7-4 ですね。で、撮影してます。はい。で、これ構図としてはですね、ここに冬の、天の川があって、で、ここにオリオン座があって、で、ベテルギウス、プロキオン、シリウスで、冬の大三角ですよという、そういう構図になります。星って、私たちの目には全部点で見えてるじゃないですか。でもレンズには周差っていうものが発生するので、どうしても真ん中は点だけど周辺がこうビヨーンと伸びてしまうと点で映らないっていう、そういう傾向が、あるレンズがございます。あるレンズがございますが普通そうなんですよね。で、それが真ん中と周辺の製造でどれだけ補正がかけられているか、どれだけ光学的にビシッと点で撮れているかっていうのが、すごく大事なんですね。周辺像が良くないとどうしてもね、こう周辺に行くにしたかってわさっていう風な感じになってきて、なんかかっこ悪いというか、みっともないというか、そういう感じのなんか残念な写真になるんですね。で、大げさに補正されなくてもいいんですけど、ある程度はやっぱり点で写ってくれないと困るなっていうのが私の認識ですね。私の場合はそんなに厳密に点で撮れなくてもいいかなっていう感じはするんですけども、最近のレンズっていいものが多くてね。はい、それでは、この、写真を見ていきます。まず中心像を見ていきますね。真ん中ピューッと拡大します。今 100% で拡大しています。中心はすごくシャープですよ、このレンズね。とってもシャープです。とってもいい感じですね。で、周辺を見てみましょう。でですね、周辺を見る前にちょっと解説なんですけど、これ西の方角を撮影します。で、西の方角を撮影していると日周運動って言って、その地球ってこう北半球で北極星の近くに回転軸があって、そこを中心にぐるぐる回っているわけですよね。回転している。で、その北側に近い方はブレッテの星のブレッテの少ないんですけど、北から離れている方っていうのは、その西運動の影響でレンズの周差関係なく、その星が線になって写りやすいです。で、この構図の場合は右上が北側、左上が反対側ってことで、左上の方が、ブレやすいと思います。じゃあ北側見てみますね。はい。このレンズいくらでしたっけ？そんなにしないんだよね。10万しないレンズですよね。めっちゃいくないですか？いや、厳密に言うとこの明るい星が歪んでたりとかさ、ちょっと色周差もあったり、星がちょっと完全に点ではなくなってるんですけど、いや、このぐらいだったら全然いいと思いますね。で、左上見てみます。左上は西運動の影響があるので、星がこう左上に伸びてますけど、全然気にならないです。全然気にならない。これ、E マウント、ソニー E マウントのみで発売されてるんですけど、他のマウントでも出してほしいですよね。
こんなに万能なレンズないと思いますよ。写真も動画もいけて、ジンバルに乗せても OK、スナップとかポートレートとかで撮影しても OK で、星でも OK って、こんなに万能なレンズある？すごくないですか？他の写真も見てみましょうか。まあいろいろ撮ったんですけどね、このレンズのいいところっていうのはやっぱり焦点距離が 20mm から 40mm までズームができて、しかもあの F2.8 素通しっていうところがいいんだと思います。例えばこの写真はですね、写真は 20mm の状態で撮影した、ここに北斗姿勢があるんですけども、もので、この辺のね、木のわさわさ感とか結構嫌じゃないですか。で、北斗姿勢とこの木が近いので、他のスペースっていうのもあんまり必要ないんですよね。でこういう場合はあのもっと被写体に近づくかズームするかなんですけど、このレンズの場合はズームできちゃうので、これは 31mm までズームしたやつですね。こっちが 20mm の状態で 31mm までズームしてます。はい。でこの必要なかったこの脇の草とか北斗七星以外の星をカットして、ソフトフィルターをかけるみたいな感じの処理をするとあのいいと思うんですけど、こういったアプローチができるっていうのは非常にいいですね。で、20mm って本当絶妙な焦点距離で、あのワイドすぎるとさっき言ったその日周運動の影響っていうのをすごく色濃く受けることになるので、どうしても露出時間を極端に短くしないとなかなか星が点で写ってくれないっていうような状況になるんですよね。でも 20mm だとあのほどほどの日周運動の影響を受けつつ、やっぱり 24mm 以下のワイド差があると成形写真ですごい楽しいものになるんですけど、そういったワイド感も楽しめるっていうことで、これも 20mm で撮影したやつかな、これも 20mm ですね。はい、6420mmF2.8 は10秒という風に撮影したものですが、まあ、こういう風景と星空をこう目いっぱいワイドに入れるっていうような撮影ができて、しかもこうズームアップしてですね、ちょっとクローズアップした狭めの画角の撮影もで楽しめるっていうことで、どうしても成形写真でワイドワイドワイドで行きがちなんですけども、少しこうやって標準レンズに近いような焦点距離を選ぶことによって、今まで撮ってないちょっと新鮮な画角で撮影できたりするもんなんで、あのこのズームができるっていうのは本当、私としてはすごくありがたいなと思いますね。このレンズのいいところっていうのは、画質だけにあらずなんですね。ピント合わせみんな結構苦労してるんじゃないかなと思うんですよ。でピント合わせをするときに、まあそのレンズフードをつけて、その上にレンズヒーターを巻くことが多いんですね。レンズが曇ることを防止するものなんですけども、そうするとこのピントリングの上にですね、レンズヒーターを巻くことになって、ピントをこう合わせにくいっていうのがあります。で、せっかく 20mm から 40mm まで、どちらの焦点距離でも結構良像というかそういうのが得られるにもかかわらずですね、このピントが回せなくなるっていうのが成形写真の撮影では結構起こりがちなんですね。で、そこで、このレンズで搭載されている機能で皆さん活用していただきたいのは、ここにですね、USB の端子がついてるんですけど、そう、TLU という、タムロンレンズユーティリティですね。略して TLU という機能です。この TLU の機能ですね、以前に動画を作っているので、もしよろしければこっちも見ていただきたいんですが、この TLU を使うことによって、ピント位置をね、すぐ呼び出すっていうことができるんですよ。今対応してるのが Windows、Mac、PC ですよね。で、それから Android の携帯、スマホですね。iPhone が対応してないんですよ。で、私は Android のスマホとかタブレットとかを使うとすごくいいんですけども、TLU の何を活用するかというと、フォーカスプリセットっていう機能があって、事前にですね、ピント位置を3つ記憶させることができるんですよ。まあ、昼間のうちにピント合わせをして、無限遠くの風景とか電信柱とか鉄塔とかね、そういうのでいいんですけど、そのピント位置を3つぐらい記憶させておくんですよ。まあ、20mm で、20mm の F2.8 の時に、まずフォーカスプリセット記録、28の時に記憶、40の時に記憶っていう風にやっていけば、この3つの焦点距離でズームアップしてもすぐ呼び出せるんですね。で、やり方は簡単で、セッティングが終わったら、ポケットからですね、Android のスマホとか、タブレットとかを出して、USB でつなげます。で、TLU を起動していただいて、あとは、事前に合わせておいたピント位置に対して、ピッとボタンを押すだけ。
ですね。例えば、20ミリを1番にピント合わせしたら1番を押す、28ミリを2番に無限遠ピント合わせしてたら2番を押す、40ミリの時は3番を押すみたいな感じで、事前に、無限遠のピント位置を合わせておけばすぐ呼び出せるということで、いちいち合わせ直すっていうことが必要なくなるんですよ。ほんと最初こうわざわざスマホ取り出してこうつなげてピッてやるのどうなんだろうなと思ったんですけど、こうレンズヒーターをわざわざ外して、でピント合わせうーんってし直して、もう一回レンズヒーター巻いてっていう、そういうめんどくささに比べれば全然サクッと刺してピッて終わるんで、でピント合わせしたらもう撮っていいですから、そのまま撮影をし続けてもいいんで、でちょっとこうあなんか触っちゃったみたいな時あるじゃないですか、撮影中にあちょっとピントずれちゃった、なんか今触っちゃったが、あのなんかピント合ってるかどうかちょっとなんか不安になってきたけど、でもまたピント合わせするのめんどくさいなみたいな時あるじゃないですか。そういう時もサクッと刺してピッと押せばもうピント合わせを修正できるので、結構便利なんですよこれ。タムロンレンズユーティリティ TLU の機能は搭載されているレンズでまだ限られていて、その、搭載されているレンズの中で最も最広角、一番ワイドなのがこの 2040-2.8 なんですね。まあ普通一般の感覚だと10万いかないって言っても高いですけど、まあ業界の中では比較的安い方の部類になるので、あのそんなに、大げさに高くない、で性能もいい、動画もスナップも成形写真も全部こなせるみたいなねレンズで、しかもこの TLU でピント位置がすぐ呼び出せるっていう、そういう使いやすさもあるっていうレンズなので、まあ、これからソニーで成形写真始めたいという方には、まあ、一番におすすめしたいレンズかなというふうには思いますね。はい、というわけで、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうも。